文ドのデモ行進リトアニアポーランドロシアユダヤ人労働者総同盟は、帝政ロシア時代の1897年、ビリニュースで結成されたロシア支配地域におけるユダヤ系住民の社会主義団体である。文ドのを略称で知られる。在リトアニアポーランドロシアユダヤ人労働者総同盟やユダヤ人労働者総同盟などとも訳される。イディッシュ語での正式名称は、 アルゲメーネルイディシェルアルベーテルブンドインリーテポイレン、ウンルスランドとなり、ブンドは同盟を意味するイディッシュ語の略称、通称である。1905年、オデッサでのポグロムに再死殺害された同士の遺体を囲むブンド島院。1897年、当時ロシア領であったビリナで結成され、当初は主としてリトアニア及びベラルーシのユダヤ人を組織基盤とした。 翌1898年のロシア社会、民主労働党結成に大きく貢献し、結党後は同党に合流して、組織、出版活動の主力を担う最も有力なフラクションとなり、1903年から1905年の党員数は2万5000から3万5000人に達した。民族問題に関する立場としては、同時期のユダヤ人運動の主流となりつつあった。 ユダヤ教的あるいは民族的で、領土主義的なシオニズムを否定する一方で、ユダヤ人独自の社会民主主義組織の維持に固執する点にあった。そしてブルン考慮採択以降、独自の民族政策の立案を進めてきたオーストリア、社会民主党の影響を受け、1901年のン度第4回大会では、ユダヤ人の民族的独自性の確立と諸民族の 非領域的連邦国家の構想を採択した。さらに1903年、社会民主労働党の第2回大会において文度は、党組織の連邦化を強く主張、多数派と対立して、大会をボイコットする事態となった。そして彼らの立場は、レーニンやスターリンから、民族自決を否定する、文化的民族実治論として厳しく批判されることになった。 1906年になって文度は自治的単位として党に復帰し、当時激しさを増していた党内論争においては主としてメンシェビキ寄りの態度を取った。ヨーロッパのほとんどの社会主義政党が戦争に協力する旧地平和路線を選んだ第一次世界大戦中にはボリシェビキ及びメンシェビキと共に戦争反対を掲げるチンマーバルと運動に参加した。 1917年のロシア革命の頃に、文度の党員数は4万に達していたが、同年末、ポーランドの組織は独自の中央委員会を結成し、在ロシア組織から分離した。そしてソビートロシア領地域の文と組織は、政治的にはメンシェビキに属しながら、ユダヤ人の文化的自治を主張したが、ポグロムの激化に伴って1920年代、初めに多数派は、 共産党に合流、あるいは弾圧により消滅に向かっていった。分離した在ポーランド組織は、同国独立後、内部の親ソ連的傾向やシオニズムとの創国に、悩まされながらも社会党左派と提携しながら、勢力を伸ばし、1930年後半には、組織的絶頂を極め分度系労働組合員は9万9000人に、達した。しかし、 第二次世界大戦中のナチスドイツによるホロコーストやソ連の弾圧政策によって壊滅的打撃を被り戦後の共産党政権の下で活動の根を絶たれ1948年に消滅した。現在はアメリカ合衆国を中心とする国際組織が細々と存続している。ありがとうございます。